こんにちは。アマゾンイスサポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾンの売り上げが激増中。コロナウイルスによる凄盛需要で、オーストラリアアマゾンの売り上げが倍増中です。そんな中、サポートに入会した会員さんね、えー、オーストラリア,アマゾン稼げますかという質問をいただきました、まあねえー。稼げるかどうか確認するためにサポートを受けていきなり始めると。 それでもね、えー、稼げるかといいう質問をいただく。まあ、この順序すごくいいですね、えー。もう確実に稼げると分かんなきゃ何もしないというようなね、性、え、格、ー、だとちょっとどうだろうという気がするんですけど、まあ、とりあえずね、稼げそうだからやってみようかと、ね、やってみるならサポートを受けようと、もうこの発想はもう稼げるんですけど、まあね、えー、その稼げますというだけじゃね、えー、ちょっと疑問解消にならないと思いますので。 ちょっとなんで稼げるか、まあ、どれぐらいね、今チャンスが増えてるかっていうのを説明したいと思います。まず、ね、物を販売するというのは単純な商売です。販売価格から仕入れ価格を引いて、さらに経費を引いて、利益が残る、あるいは赤字になる。でこの計算で利益,利益が出る商品を見つけて売り続けるだけ。まあ、これが、ね、物を売る物販という仕事です。 で、まあ、この価格差をね、えー、取るために、まあ、国内で、あるいは近所でだけ移動してたらね、今、日本では価格差取りにくいんで、まあ、てか、ほぼ取れないんでね、えー、そんなわけで、輸出をするというのがね、まあ、やっぱり物価の安い日本から物価の高いところに輸出すれば、この販売価格が高くて、仕入れ価格が安いという商品を見つけやすいんでね、えー、輸出ビジネスっていうのは稼ぎやすいということです。まあ、ただ、稼ぎやすいと言ってもね、 誰でも稼げるというわけではないんですが、まあ、今オーストラリアアマゾンに取り組むのが一番稼げる可能性が高いですそれはなぜかねオーストラリアアマゾンが稼げる3つの理由まず1番目としてオーストラリアの物価は日本よりはるかに高いとでこれねもう私は10年ぐらい言い続けてるんですけどいまあ、未だにね東南アジアとかオーストラリアとかヨーロッパ行って まああのホテル代とか、ね、食事の代金と、日本より高いと、ね、驚く人いるんですけど、いや今や、ね、日本より、ね、安い国見つけるのが、えー、難しいというか、まあ、あったら、ね、教えてくださいという感じなんで、まあ、どこに行っても日本よりは物価が高い。その中でもオーストラリアは、ね、世界一金持ちの国になりました、スイスを抜いて。で物価も,、ね、もうオーストラリアはかなり高い。ね 品質悪いのに高い。意味もなく高いという国なんでね。まあ、すごい日本から輸出すると価格差見つけやすいです。オーストラリアの物価は日本よりはるかに高い。もうこれが一番目の理由。もう突出してますね。やっぱり物価の違いっていうのがあると輸出はしやすいです。で、二番目。ライバルが少ない。日本物価安くてね、オーストラリア物価高いんだったら、じゃあなんでみんなオーストラリアに輸出しないのということなんですけど、 まあ、一般的な日本人はね、英語が苦手でオーストラリアアマゾンに取り組みません。ね、私もサポートしててね、まあ、英語でまあ、こう質問、望文書来たのを、ねえー、翻訳してるんですけど、まあ、よくね、えー、翻訳、逆に逆の意味にね無料ソフトとかで逆の意味に捉えちゃってたりね、どっからそれを読み取ったんかなというね、えー、なんか書いてない意味をね読み取っちゃう、えー、会員さんがいます。 それでもね、会員さんの場合、私に質問してるんでね、間違いは訂正されますけど、これ一般的な日本人の人は多分、ね、根本的に意味を逆に取り違えてるとかね、えー、オーストラリア人の習慣が分からず、トンんちんンな返事をしちゃうとか、いうことでね、えー、購入者を怒らせちゃったり、アマゾンを怒らせちゃったり、えー、いうことで、退場ということになりかねません。アメリカでは現にそういうことがたくさん起こってます。そんなわけでね、ライバル少ない。ね、一,方一般的な日本人英語苦手です。 英語得意ですとか言ってもね、えー、オーストラリアの、えー、習慣ってビジネス習慣分からないとかね、まあそもそもね、えー、無,料ソフト無,無料翻訳ソフトでなんとかなるだろうというので取り組んでる人いますけど、無料ソフトじゃなんともならないです、ね。ライバル少ない。やってみたら分かんないんで、や、えー、めちゃったと,、ねちょっとは。ちょっと入ったけどね、えー、間違えた対応して退場させられちゃったと。 いうこともあって、参入者は少ないし、続けられる人はもっと少ないんで、ライバルは本当少ないです。そして、3つ目、オーストラーアマゾンで稼ぐためのノウハウが提供されると。まあ、私から提供されます。ねえー、ですんで、まあ商品探しね、ね扱っちゃいけない商品もわかりますし、ね、やっちゃいけないこともわかります。つまり、続けることができます。ねオーストラーアマゾン、ねえー、続ければ稼げます。で今、 どれぐらい売り上げ増えてるのかということなんですけど、まあ、コロナウイルスのおかげでね、えー、オーストラリアもすごい売り上げ増えてます。会員さんが、えー、毎週売り上げ報告してくれてる会員さんの売り上げですけど、3月13日ね、ね、えー、2458ドルだった。コロナウイルス前ということですね。商品は結構入れてるんですけど、あんま売り上げ増えてなかったと。ところが、1週間ごとにどんどんね、えー、増えてきます。 まず、その抑止は大して増えてない。1割ぐらいしか増えてませんけど、その後、今度2割アップ、3350ドル、ね。さらに1000ドルアップ、ねえー。2割アップで3300、1000ドルアップですから、今度3割アップですね。4173ドル。そしてさらに1000ドルアップ、5524ドル。そしてさらに、えー、700ドルアップ、ね、6519ドルと。1ヶ月ちょっとで、えー、4000ドル増えてると。 2.6倍ぐらいの売り上げに増えてます。まあ、コロナウイルスの騒動のおかげでね、オーストラーアマゾン、すごい売り上げ増えてます。そして、オーストラリアは物価が高い。日本は物価が安いということでね、非常に稼ぎやすい環境になってます。えーまあ、何でも相談しながら進めていっていただければ、オーストラーアマゾン続けられますし、まあ、続けていけば、オーストラーアマゾンね、急成長してますんで、どんどん稼げます。そんなわけで。 ね、自信を持ってどんどん商品探しをして取り組んでいただければと思いますまた、ねえー、ご質問感想、えー、ご報告お待ちしてますアマゾン S サポーター堀秀夫でした